メタトースイッチファームのコニタンです。モちゃんです。はい、今僕たちはエミューの前の檻にいるんですけれども、はい、今日は何をするかと言いますと、はい、エミューの羽を採取してエミューの DNA 集間別をしようという、ついに、はい、専門機関に送って調査してもらおうということです。はい、はい、ついにね、行きましょう。いただいたエミューですけれども、メスニワですって言ってもらってきたんですけども、なんかちょっと特にイジちゃんの方がオスの毛があると。はい、はい、オスの特徴を丸出しのイジちゃんがいるので、オスメスしっかり鑑別してね、はい、繁殖できるなら繁殖できればいいなっていう感じで、そうそうそう、来るべき繁殖期に備え鑑別をしていきたいと思います。はい、まあ、手法としては羽をぶっこ抜いてサンプルを取ります。はい、果たしてエミューは羽をおとなしく抜かせてくれるのか、出るのかな。あ、でも今ハプちゃんじゃない、イジちゃんが来ましたね。これは、はい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 、こんにちは。楽々ですね。こんにちは。いや、どこの羽がいいんだろう。はい、はい、食べていいよ。どうやめくのか。コニタンがこうやって持つ。どっちでもいいよ。あ、じゃあお願いしようかしらね。はい、はい、あ、なんか刺した。はい、おいで、おいで、おいで。はい、いいぞ。あ、来た来た、うまいぞ。いいよ。ここだね。さあ、おとなしく毛を抜かれろ。君がオスなのかメスなのか知りたいんだ。おう、いいのか。抜きましたよ。それでいいのか。多分ブチブチって今ごめんね、痛かったでしょ、はい、痛いのは知ってるんだ。抜けた、はい、やった。これをエミューの羽は2本でワンセットです。はい、はい、一心の DNA が取れました。取れません。じゃあこっちはタプちゃんじゃない、イジちゃんで、よいしょ。はい、さて、さて、お次は、お次は、ありがとうタプ、イジちゃん、もういいよ君は。はい、もう君は小松菜食べてればいいね。はい、行くよ。痛い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 。どうぞ。はい。よいしょ。なんかタクちゃんが敏感に刺してきてる。来てない。はい。あ、来た来た。はい。タクちゃんも小松菜は好きなの？小松菜もちろん大好き。はい、食べたかったでしょ、今日まだ食べてないでしょ。ボン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 、泣いておりますね。泣いております。逃げそう、ごめん。君の羽が欲しいの。どこ？変なところでしゃがまないでな。タクちゃん触る、さあ座るかな。あ、座るんじゃね。あ、あ、座った。ありがとう。座った、楽ちんだ。ありがとうね。むしり放題。失礼します。まだ裸か、うん。どこの羽がいいんだろう。こことかむしりやすそうじゃない。痛そうだね。ごめんね。抜きますよ。せーの、はい、はい、痛い、痛かった、ごめんね。抜きました、ごめんね、ごめんね。ねえ、あなたはメスなのにね、かわいそうに。まあ、わかんないけどね。これでオスだったら受けるの。うん、はい、はい、
ということでサンプルは回収完了です。はい、先ほど取ったエミューたちの羽を袋に入れて中に用にするってこと？そうですね。どっちがどっちかってこと？そう、じゃあここに書いちゃえばいいかな。タプちゃんとか？タプ。はいはいはい。タプってカタカナだったのね。いや、うん、いや正式表記は私も知りませんが、てっきりひらがな、ひらがな、どっちもひらがなかなと。そうか、まあ大丈夫でしょう。まあまあまあ、はいはい、こんな感じでもうちゃんと封をした方が良さそうです。セロテープ、イージ、タップ、エミュー、よいしょ。こちらどこに行くんですかね。米田遺伝子型研究所というところに依頼します。そういう会社が、そう、雌雄鑑別以外にもいろいろやってるみたい。親子判定とか、ああ、なんかよく刑事ドラマでありそうな人間の場合はね、よいしょ、ちょっと戸惑っておりますが、大丈夫かな。よしよしよし、まあ、羽がね、服よくは出なきゃいいのよ。そうだね、よでは、こちらを、はい、ニューパック、うん、スマートレター郵送します。はいはいはい、梱包でした。はい、書かなくちゃ、はい、メール来たんだって。来たー。え、はい、で結果は、結果、はい、はい、結果を確定いたしましたので報告します。はい、性判別検査、エミュー、イジ、オス、タプ、メスと判定しました。ちょっとメス、メスじゃなかったね。まあまあ私たちの見立て通りだった。ちゃんとイジ泣いてたもん。オスでした。グエーって今日も泣いてたよ。なんでだ、なんかはい、後日その証明のね書類を送付しますとのことでした。わー、はい、やったね。ということでこれでほらつがいになれる、ね、なれる、はい、ということで、おー、めでたく見ます、見てください、これイジ、オス、タプ、メス、はい、という結果でしたね。はい、科学的に証明されました。はい、はい、めでたくオスメス揃ったのでエミューの繁殖ができそうです。はい、これは期待できそうだ。はい、ということで、はい、エミューの DNA で雌雄鑑別してみようでした。はい、はい、バイバイ、バイバイ。